ここは午後7時と相なった。宮坂殿、一旦ご苦労にござった。これよりはビートアラウンド834サテライトフラッシュじゃ。先月より毎週水曜日の担当は服部半蔵忍者とり、本日の出陣は鬼の半蔵こと服部半蔵正成と夕凪の善にござりまする。我ら服部半蔵忍者隊、ここに水産はーさあ、おー、前からも飛んできた元気な歯、元気な歯が飛んできたって、おのしの歯が飛んできたみたいな。おのしの歯が飛んできたみたいなのかな、今な。ちょっとその話に関してちょっと詳しく話聞かせていただいてもいいですか。そう、ああ、詳しく後ほどあのおのしに伝えるわ、ほいじゃ、うん、の後ほどおのしの歯について語るわ、ほいじゃ。かしこまりました。さあさあ、こんなところでこたびよな、リモートなる術を用いて生放送でお届けいたいたすんじゃけど。今麻生様、おのしの歯の影響じゃ、黄金瞬間疲れが出てきておりますぞ。全く出てない、もう、ま、むしろ上がり調子じゃ、上がり調子。上がり調子、お、上がり調子というのはどういう意味でございますか。うなぎ登り、うなぎ登りじゃ、うなぎ登り、うなぎ登り、あー、なるほど。やはりこの黄金瞬間となりて、名古屋城な、えらいの人でにぎわっておるわな。いや、行さんのお客事が本に参り申して本に嬉しき方にございますな。嬉しき方、嬉しき方、なんて嬉しき、嬉しきことにございますな。嬉しきものがおるんかいな、ほんで。ほんで、ね、あの我らなこたびも演舞をしておったわけなんじゃけども、まあ、その際にこ の我らのこと初めて見たよっちゅうものを聞いたときにえらい手が上がったのじゃん。さようですな。だってこれちょっと悲しいことなんじゃけども、もしやするとこの電波線を聞いとる者の中で我らのことをまだ知らぬという者がおるやもな、知れんゆえに、まずは我が隊の紹介と参ろうではないか。善は、我ら徳川家康と服部半蔵忍者隊は武将のふるさと愛知、武将観光をより一層盛り上げていくため、主君にございまする徳川家康様をお支えした服部半蔵様を中心に忍者の精鋭たちによって誕生いたした愛知の魅力を発信する観光 PR 隊にござりまする。日々名古屋城にておもてなし、同日祝日には侍忍者ショーを行っておりまする。おう、じゃな、この現世にては電波線も用いて忍びの文化して愛知を盛り上げていきたい所存である。ではでは、本日のメッセージテーマを発表いたす。全は、こたびのメッセージテーマは、お主の苦手な食べ物は、お主の苦手な食べ物はにござりまする。やぶみメールはメディアス FM の電子版ホームページのメッセージリクエストを送るをクリックしお送りくださりませ。またメディアス FM の専用アプリからもメッセージをお送りいただけることができます。アプリのダウンロードはメディアス FM のホームページからよろしくお願いいたします。皆様からのメッセージどしどし、どしどし、どしどしお待ちしておりまする。ほうじゃな、まあ、この忍びというのはどこにでも忍び込めるように、そしていかなる時もいかようにも体が対応できるように今体型や体調を維持することに、まあ、希望を配っておったわな。さようにございます。そのためにこう規則正しく健康的な食べ物を食しておりましたな。そうじゃな、この大人の忍び屋の実は体重は米俵一俵分ほどの重さが A と言われておったがゆえに、皆はな、この米俵一俵分とは何キログラムぐらいか分かるかの。さあ、では皆様に考えていただきましょう。では3分間ぐらいでいいですか。3分間ぐらいじゃな、言葉が飛んでこれやけどもな、メッセージテーマをのこのな、やぶみで飛ばしてくれよ、お前また面白いよな。まあ答え申すが、まあ、約60キログラムにございますな。そうじゃな、うんうん、まあ、このいざという時に仲間を担ぎ上げて、まあ、堀塀を越えたりとかの、あるいは米俵の中に忍んで敵地に潜入するということもござったのじゃ。ゆえにそうなるじゃ、当時は好き嫌いなく野菜や豆、玄米などカロリーが低く栄養価の高い、まあ今で言うのヘルシーフードなるものをせっせと食べておったわな。あ、ヘルシーフードなんじゃって、ヘルシーフードを食しておったと。鉛が激しいわな、お店なあ、こんなに鉛強かったか。まあ、ちょっと拙者今気になったのですが、何を気にしよう、今ハド様が今この当時はというのを申し申した、それはそれどういうことですかね、うん、当時はというのは。俺は昔はわしはもう野菜など好き嫌いなんか食っておったわ。
それ当時はということですか？昔はな。それ今はちなみに。今はもうハイカロリーなものを食べておるわ。こりゃまたうまいんじゃ現世の飯が。止まらぬ止まらぬ。ハイカロリー。ハイカロリーになるもんね。あ、そうだ、ダメですと、それですと、この健康的な体が、いや、悪い体になってしまう。いや、これが実はわしにはこれ意味がござって、はあ、意味、そのハイカロリーになる食べ物を食べて、罪悪感に満ちて修行に身を投じるという、この A 連鎖を繰り返すのじゃ。ちょっと何言ってるか分かりません。うわ数字なんだ。数字なんだ。まあ、ということで、ということで、まあ、お主らの苦手な食べ物を教えてほしいわけじゃ。あ、まあ、誠にございますな。皆さん、メッセージ、どしどし送ってくださいませ。うん、では、半蔵さんは、拙者から一曲、ええですかな。ええぞ。ありがとうございます。では、ここで一曲お聴きいただこうと思います。元気が泣き者はこの曲を毎日聴くとええですぞ。井出康明殿で、レックレスファイア。服部半蔵忍者隊が生放送でお届けいたしておるビートアラウンド834サテライトフラッシュ。この番組では、南からのメッセージをお待ちしておる。本日のメッセージテーマは、お主の苦手な食べ物はでござる。さあさあさあ、どんなメッセージが送られておるかな。おー、それではここでメッセージを紹介していきます。みなまねしてくるな、これな。癖が強すぎる上に。ではまず1つ目から、うん、ラジオネームムチムチ猫殿。おー、半蔵様、忍者隊の皆さん、こんばんは。こんばんは。じゃ、黄金週間はいかがお過ごしでしょうか。私は休みのせいで曜日感覚がなくなり、先ほど忍者隊のツイッターを見て、今日が水曜日だと知り、慌ててメッセージを送ってます。しかも初メッセージです。ありがとうござる。笑い。本日のメッセージテーマは苦手な食べ物ということで、基本苦手な食べ物はありませんが、唯一これだけ食べれないというものがあります。それはパクチーです。好きな方には本当に申し訳ないのですが、初めて口にした時、噛んだ瞬間に口の中で私の感覚では虫のような香りを感じ、それが完全にトラウマになってしまい、以降全く食べれません。忍者隊の皆さんはトラウマ級で苦手な食べ物はあったりしますか、ということです。善はどうじゃ、パクチーなるものは。拙者実は、まあ、拙者もこう様々な苦手なものまあ確かにござりまするが、実はこのパクチーというのは食べたことござりません。ほうかほうか。実はこの拙者一度も食したことございません、ね、半蔵様はどうですか。わしござる、食べたことござる。あ、ございまするか。あ、チートわしもな、チートだけ。うん、昔その400年前にわしの花に寝ておるときにカメムシが止まったことを思い出したな。ちっと思い出し、まあ苦手ではござらぬ。あまり好き好んでは食べぬ。その現世ではこのパクチーというのは、まあ、この種の食べ物というよりか、こう何かにこう混ぜ合わせてこう作られるというのを拙者情報をいただき申して、まあ、例えばそのパクチー春巻きなるもの、そういう何かのものに練り込ませてあるというのはよく聞きますが、そういったものは食べたことございますか、半蔵さん。ござらんござらんござらん。あ、そういうのは、あの汁についておる。あ、生パクチーということで。あ、そう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 。なるほど。まあ、苦手なものは何じゃ、食べ物。拙者の苦手なものはですな、ちっとこれは誠にお答えにくいのですが、この生なものが得意ではありません。おりゃ。生なもの、何かこう蒸してござったり焼いたりでござったり、そういったこの何か加工をいたしておればええのですが、この生なものを口に入れてしまうと、ふやーっていう、このふやーっていうのこう伝えにくいのですが、ふやーっていう感じになります。全く伝わらんな。全く伝わらん、もうふにゃーって、まあ、食べれなくはないのですが、なるほど。ふやーって、まあ、このパクチーももしやすると、やもしれな、まあ、そちらこうふにゃーとなる可能性があるというふうに、まあ、いわゆるこのムチムチ猫殿は苦手かもしれませんが、何かに練り込んだパクチー殿でござれば、もしやするとそのパクチー殿って人ではない。パクチー殿でござれば、もしやすると、そういった香り、
がなくなるかもしれませんな、うん、なるほどな、まあやもしれんな、工夫するべしということじゃんな、そういうことですな。ああなるほど、まあ半蔵様のトラウマ級の苦手な食べ物は知っておりまするゆえにあえてここは聞かずということです。これはいずれ知ることができるだろう。さようでございます。ああぶちぶち猫の団、ありがとうさんじゃった、ありがとうございました。では続きまして2通目、ラジオネームしがない通行人、服部半蔵忍者隊の皆様こんばんは。こんばんは。早速ですがこたびのメッセージテーマ、うん、お主の苦手な食べ物は、うん、とのこと、うん、私は卵が苦手です。おしかしながら目玉焼きは苦手ですが卵焼きは好きです。ピータンは苦手ですがオムレツは好きです。味玉の乗ったラーメンは苦手ですが温泉卵を乗せたうどんは好きといった具合です。黄身と白身の食感が分離しているのがどうしても苦手なのですが、自分の周りではなかなか理解されず、これを機に共感してくれる人が見つかれば幸いと思い、お便りを送らせていただきました。これからも毎週ラジオを楽しみにしておりますとのこと。 ありがとうさんじゃ。これそうじゃね。なんじゃなんじゃ。聞きますな。ああ聞くわ。この調理方法はダメですがこちらは大丈夫というのはこの卵以外にもありますな。ござるござる。パッとは出てこんかな。まあ、例えばそのトマト。この生のトマトは難しいかもしれませんがこの、まあ、例えばミートスパゲッティになるものは大丈夫でございます。まあ、こういったものがございますな。こういうトウモロコシもそうじゃな。ああさようですな。トウモロコシ汁が飲めるかというな。で、さようですな。だってこう混ぜりゃいいんじゃな、黄身と白身をな、混ぜりゃ。ああそうですな。まあ、ちなみに、ちなみにと申しても半蔵様はこう黄身と白身はどちらも、あどちらも大丈夫じゃん。どちらも平気じゃな。白身の方がこう筋肉がつくと先生は情報を得ておりまするが。あ、ほうなのか。さようでございます。もし君かと思っとったか。まあ拙者の情報ですと白身のを取った方がこう筋肉がつくというのは来ましたが。わしは毎日卵食うとるでな。いいですな。卵焼きにございますか。卵焼きにございますか。いやいや生でも食うしな、茹でても食うしな、焼いても食うしな。もう殻ごといくということで。殻ごとガリと言えちゃうか。たまに入っとるけどもな、わし割り方下手だで。まあですがこのしがない通行人殿の言いたいことはまことに分かります。分かる、共感できる。ものによっては食べるのも食べないものがございます。そうじゃな。まあこういったものも今後治るといいですな。そうじゃな。混ぜようぞ。しがない通行人殿ありがとうさんじゃった。ありがとうござる。では続いて、大谷モンド殿、苦手な食べ物かの愛のこもってない料理、焼き冷ましの料理じゃな。やはり料理は愛のこもった料理を作りたてでいただくのがうまいのじゃ。おお、なんてこのものもよみがえったものか。なるほどな。なるほど。これ例えば、怒りながら作る料理はちょっと塩辛くなるとかな。これ拙者も一度聞いたことありまするが、そう料理の食材に対して褒め言葉をいたしながら作ると味が変わるというのは聞いたことありますね。ありがとう言うてな、ありがとう言うていたすんじゃな。お主ありがとうさんじゃった、片付けのござる言いながらこうのいたすべんじゃな。まあもしこの、まあ、愛のこもった理由さようですが、まあ、おのが自身で愛を込めるしかないですね。これも、いやいや、出来上がったものにか。いやそういうことで、おいしいおいしい言うてか、お主は確実においしい、よし食べるということで。いやな、いやこんな簡単な話か。いやもう愛のこもってなければおのが指示愛をバーンとすること。じゃあそれがもう解決策ですね。絶対じゃな、わし試すでな。試すでな、お主を信じて。いややってみてもいいですと。大谷モンドとも信じてやるぞそれ。いや信じていたしてもらって、もし変わらなければ別の改善策をお願いいたします。いや今ちょっと逃げてね。大谷モンドのありがとうさんじゃ。ありがとうござる。では続きまして、ラジオネームサスケどんの、本日も出陣お疲れ様でございました。演舞もいつもキレッキレで元気をもらえます。あら、GW は、ゴールデンウィークは毎日お城へ行けるので最高に充実しています。さて今回のテーマはお主の苦手な食べ物ですが、私の苦手な食べ物はメロンです。あとはウニとカキ、
基本高級食材を好まないみたいですね、うん、これを言うと高いウニもしくは牡蠣を食べてないからだよと言われます、うん、安藤様高いウニ牡蠣をご馳走してくれませんか半蔵様拙者もお願いいたします。あよかった親方様のつけにいたすわな。いやすぐに家康様のつけにいたしますが、いやそりゃそうじゃろ親方様のが持っておるから俺はそうじゃん。しかしながらのこのもののにちょっと苦手な食べ物わしとちょっと似ておる、うん、あさようにございまするか、うん、メロンなど、まあ、ウニとかの、まあ、ウニはあれじゃけど牡蠣とかな、わしもちょっとあまり好まんからのちょっとわかるわな。ちなみに拙者はこのメロン、ウニと牡蠣は全て食べたことございません。え？いや誠にございます。一度も食したことはございません。ないのかお主。いやないですな。え？一度もないですな。遭遇はいたしまするが、うん、一度もないですな。じゃあ親方様に言っておくわ。うん。まあまあまあそういうのはまあなしでお願いいたします。ええ食べたいのないではないのか。そうか、まあ、まあこっそり伝えとくわな、まあ、すら、まあうん、まあこのぐらいの半蔵さんは高いウニ牡蠣をご馳走してくれませんかということなので、まあ、お約束いただいて今後お願いいたしますということで、うん、はい、分かった。サスケ殿ありがとうさんじゃった。ありがとうさんじゃった。では続いてラジオネーム、うん、白焼きメイドンの、うん、半蔵様前さんこんばんは。こんばんは。じゃ毎週楽しく聞かせていただいてます。今週のお題、うん、お主の苦手な食べ物はですが、うん、香味野菜、薬味全般が昔からどうしても苦手です。柚子や生姜も苦手なので、いろんな料理に風味付けとして使われてしまうと途端に美味しく食べられなくなってしまいます。みょうが、しそ、春菊なども全滅です。あら、子供の頃は大人になれば好きになるかと思っていたのですが、ついに大人になっても好きになれませんでした、うん、いつどんな料理に添えられてくるかわからないので、できれば食べられるようになりたいのですが、半蔵様は春菊がお好きと何かでお聞きしたのですが、その大人の魅力をぜひ教えてくださいとのことなので。いや、大人の魅力をお願いいたします。この春菊いうのはほんに香りがええ香りがいたして、まあ、この一番わしの勧めはやはりおひたしで、あの出汁とともに食べるのが一番ええんのじゃうわ。あ、それは確かに大人の魅力な感じはしますな。さよ、さっきあの近々この山菜をなわして食べたんじゃけども、やはりその山の採れたその野菜の風味とか、それ楽しめるようになるともう本に美味しいからの、うん、だってもうちょっと年月が経つとこのものも食べれるようになるやもしれん。なるほど、うん、素材の味が一番美味しいのじゃ。まあ、さよでさ、まあ、ついに大人になっても好きになれませんでしたと書かれておりまするが、まあ、その先はまだずっと大人がゆえに、うん、そうまだまだ分かりません、ね、うん、いつか食べられるようにまあ頑張ってくださるということ。そういうことじゃ。あ、いや、白焼メイドのありがとうさんじゃ。ありがとうござる、うん、じゃあ続いてが最後のというにいたしまする、うん、ラジオネーム黒猫トマト丼の、うん、半蔵様忍者隊の皆様こんばんは。こんばんは。黄金週間マップただ中の今日の名古屋城すんごい人でしたね。そうじゃな、本丸御殿の入場待ちが90分だったとか。ありゃま、三重の某遊園地かと思いましたよ、かっこ笑い。え、今日のお題、お主の苦手な食べ物は、私、うん、それほど好きや苦手はないのですが、強いてあげれば生玉ねぎです、うん、これに苦い思い出が、まだ結婚して間もない頃、うん、旦那の実家に行った時のことです。旦那の母から苦手な食べ物あると聞かれて、素直に生玉ねぎですと答えたところ、翌日の朝食に、丼一杯に盛られた玉ねぎのスライスが私の前に。これが噂の嫁いびりってやつ、見なかったふりをしてそそくさと旦那の前に移動させました。いまだに旦那との間では語り草になっております。なるほどな。これ旦那のな母もあれじゃろうな、涙を流しながら刻んだじゃろうな、この切っておったじゃろうな。食べてほしいな、あ、玉ねぎしみるなという思いで、このな涙を流しながら、あ、これは拙者も嫌ですな、生玉ねぎがどさっとありもしたら、半蔵様の前に置きます、ね、
やめてやめて、うん、新玉ねぎならいいんじゃけども、新玉ならいいんじゃけどな、大川大川大変じゃったな、まあ、ご苦労しちゃった、まあ、今後もなそれをな語っていこうぞ、ヤクロネコトマトのありがとうさんじゃった、うん、ありがとうござる、うん、さあさあさあ、まあ、あらゆるもののな苦手なものを聞かせてもらおうたわけじゃ、この苦手な食べ物、まあ、いろいろござったが、人が生きていくにはのこの健康な体作りのためには、まあ、米、肉、魚、野菜、偏ることなくまんべんなく取ることが必要。ゆえに好きなものだけ食べ過ぎぬようにと、お主らは気をつけてまいるのじゃ。いや、忍びもか。それでは、それではここで一曲聴いていただこう。この者の肉体から発する声は美声じゃな。安室奈美恵殿で、バディフィールエグゼット。ビートアラウンド834サテライトフラッシュ、午後7時から30分間の生放送で服部半蔵忍者隊がお送りしてきたが、そろそろ姉妹の告知、あれ、え、俺あと3時間ほどあると聞きました。いや、わしもそのつもりなんじゃけども、えらいことになってまから我らが3時間話すと、姉妹の告なのじゃな、あ、早いですな、そうなんじゃけども早いわんだな、うん、こたびは苦手な食べ物を聞いてまいったが、元気に過ごすためにはなるべく好き嫌いは克服して参ろうではないか。わしも頑張るでな。は、半蔵さんも頑張ると。今頑張ると言いましたが、ゆえに、では今後は半蔵様が果たして克服できましたかというのを この調査報告してまいりますね。まあ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 、うん、頑張るわな。頑張る。それではさて、この放送を聞いて忍者に興味が湧いたよっちゅうものは、ぜひ服部半蔵忍者隊で検索してくだされ、ホームページに出陣情報がございます、うん、その他 Twitter、Instagram、YouTube、TikTok、Facebook など各種電子網を通じて、かっこいい忍者の姿、我らの活動の様子を発信しておりまするゆえに、ぜひご覧くださいませ。なお協賛の方からメッセージを頂戴いたし申したが、国の都合上全ては紹介できませんでしたゆえに、ラジオネームだけでもご紹介させていただきまする、うん、たかちゃん&ツイッター名としちゃん殿、ういちろう殿、うん、コーヒー大好きにんにん殿、いわちゃん殿、うん、なおみ殿、うん、マリ殿、うん、陽気なひまわり殿、うん、いつも明るいみほにゃん殿、うん、親しの伊藤殿、うん、いや本人後ほどしかと読ませていただきまするゆえ、うん、今日さんのメッセージ誠に誠にありがとうさんじゃった、ありがとうござった。では来週のメッセージテーマを発表いたす。来週のメッセージテーマは、お主の気分転換術はじゃ。メールはメディアス FM のホームページにあるメッセージボタンから、またメディアス FM の専用アプリからもお送りいただけます。うん、皆からのメッセージを行さんお待ちしておる。それではこの後は再び宮坂好み殿のビートアラウンド834でお楽しみあれ。来週のこの時間にまたお会いいたそうではないか。ここまでのお相手は服部半蔵忍者隊の服部半蔵と夕凪の善にござりました。では最後はこの曲にてドロン。真実の心は己自身にござりまする。下川三国殿でトゥルー。絶対椎茸食べるぞ。確実に食べてくだされ。